では先ほどのがあってこちらにしましょうね。まあいろいろ結構綺麗やな。石川の名産食べてから帰るわ。20時までいられるから。だよね。まあまた検討するのがどうするかで、ね、今後ね。ここは住宅地があるんです。すごいね。あら、なんか、なんか事件があったみたいな。こういうもうすぐここも桜咲くと思うね。よいしょ、今日、うん、はい、現在の交通状況ですね。金沢駅なんで？なんで？まあいっか。結構相当。あ、こういう状況ですね。はい、現在もう結構歩いたいんだね。まあいる、はい、スタイさんも、ね、あれな、クレスコ、何や、クレスコ、クレスコっていうな、クレスコ社、クレスコ社、クレスコ社、ね、クレスコ社、うん、まあ、こんなもんかい、多いね、心やね、本当に、石川の親。
すごいね。うん、重たいの持ってるんだよ。自転車通ればどんなんやねん。自転車通りませんか。いや、どこに繋がってんやろな、こう。あ、なるほどね。こういうことが分かるでしょ。こういう。こういう近づいてる。なるほどね。よかった。よし。よかった。あ、そういえば J 忘れちゃった。忘れとった。あ、そうや、J 忘れとった。はい、住友さんかの。逆いいですね、本当に。疲れたな、ほんとに。はい、現在の交通状況ですね。こんな前の、はい、駅前っていうよりか結構すごいな。あそこにも市場あるんやな、結構。いいですね。これお茶碗の子会社ないな、ここ。いやー、結構歩いたもんやな。すごいね。すごいわ。エントラメディカル株式会社ってあるんやな。
ごいね、ここ。はい、ここでちょっと止めますね。あの鉄橋さえ。です。ではちょっとこれ、停止。ラムネの関係でこれ撮ってる。以上です。